全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。少しばらついたスタートになりました。まずは先行争い、内から押して3番インパスコミュー、外から上がるのはアルコイリス、17番ベルビルジョーカー後位につけています。そのうち12番スタシェリ、内押さえて11番フロリアドリゴン、各馬1コーナーに入っていきます。内から2番イーユグレーム、少し差が開いて9番ダンチャン、4番アスカミズキ、6番サクセスロック、この辺りが中断。これを見るように外側18番ラブリーノア、少し差が開いて13番サニーミルク、これから向こう上面に入ります。3馬身相手8番ミユキホット、5番アツノファンカーゴ、続きまして16番パレロワイヤル、内から15番星郎。 1000m の通過タイムは1分0秒7、内押さえて1番エチアロナ、外を押さえて7番信長兄貴、最高峰は14番音速のイースト。ここから先頭までは10馬身以上、先頭は10番アルコイリス、さらに3番インパストミュー、12番スタシェリが後位をキープ。これを見るように内側2番イーユグレーム、外から11番フロリアドリトン、1番人気17番ベルビルジョーカー、この位置18頭大欅の向こうを通過。少し差が開いて4番アスカミズキ、その外9番ダンチャン、長い府中の直線 500m に入ります。さあ直線勝負、後続各馬の動きはどうか。先頭アルコイリス、400を切って先頭アルコイリス、その後インパストミュー、食い下がるインパストミュー、インパストミュー勢いよく追い上げる、インパストミューわずかに先頭か。 200m を通過した、インパストミュー伸び足がいい。2番手イーユグレーム差を詰める、イーユグレームスタシェリ、イーユグレーム差し切って合輪、勝ったのはイーユグレーム、鞍上は海老名正義騎手。イーユグレームブリーダーズカップを見事勝利しました。2着スタシェリ、3着にはインパストミュー。